15分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在東京インターまで15分ほど、首都高速と新環状線霞ヶ関まで40分ほどそれぞれかかっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在霞ヶ関インターまで20分ほど、御殿場インターまで60分ほどそれぞれかかっています。次に休憩施設の情報です。この先の港北パーキングエリアは小型車、大型車ともに駐車に余裕があります。なお新型コロナウイルス感染防止の観点から、帰省や旅行など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底していただきますようお願いいたします。また4月29日から5月8日までは休日割引が適用されませんので、ご注意ください。なお走行中の車内からタバコの吸い殻やゴミを捨てることは事故や火災の原因となりますので、おやめいただきますようお願いいたします。ハイウェイラジオ横浜アワーよりお伝えしました。